同じくこの入り口のやつも簡単に外せますんで、これはねなかなかいいんじゃないかなと思います。でその両サイド出っ張りがあります。裏側を見るとこんな風になってます。フリックミサイルですね。ということでこれを指で弾けば、よいしょ、こんな感じで飛ばすことができます。でこのフリックミサイル土台部分はまあ固定するためにこうやってねポッチ状になってるんですけど、まあ簡単に外せますんで、サイド側にね動かしたりしてもいいんじゃないかなと思います。あと城壁の上はぐるっとミニフィグを置けるようになってますんで、こんな風に上からね、狙うこともできますんで、これはね遊びやすいですよね。あと両サイドの塔ですけど裏側にはしごがちゃんとついてるんですね。ということでここを登らせて、こんな感じでね見晴らしてもいいのかなと思います。まあ、カラーリング的に、スケルトンの城とかアンデッドの城とか、まあ、そんな感じでもいいのかなと思いますね。それから塔の根元でバチッと外して反対側の塔にこうやってねつけることもできるんですね。まあこういう仕様というわけではないと思うんですけど、まあこういう遊び方もね、できますよということで、さらにこの根元で外して、まあ、これ塔全体をね、真ん中に持ってくるとか、まあいろいろできますんで、これはねやっぱり全体的にすごく遊びやすいですね。まあこんな風に完全に別の見張り台としてもいいですよね。では内部見ていきましょう。いやこれねアイテムがすごく充実してるんですね。こちら側まずは奥に石切り台がついてます。で金床ですね。でこちら側には作業台大釜ですね。中には青のクリアパーツが入ってて水入りになってます。もちろんカラーにすることもできますよね。でその隣には醸造台がありますね。これいいですよね。下にはねポーションがついてるんですけど、このクリアパーツむちゃくちゃ綺麗ですよね。で一番手前には水入りのバケツということで、まあ、さっきのあの金床とかもそうなんですけど、各アイテムは簡単にこうやってね、取り外すことができます。で自分の好きなところに置くことができるんですよね。これはかなり充実してますよね。で部屋の中央には、まあ、玉座みたいな大きな椅子があります。なかなかかっこいい仕様ですよね。でここに、選手をねこうやって座らせることができます。盾とか剣をね持った状態でも座らせられますんで、これはねなかなかいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにこの玉座っぽい椅子なんですけど、土台部分から外して他のところに置くこともできますんで、これはねいいんじゃないかなと思います。そしてその椅子の後ろには今シーズンの新パーツチェストがついてます。いいのついてますよね。蓋を開けると中にはこの3つが入ってます。これなんですけど今シーズンの新パーツのパンですね。これついてるのは嬉しいなと思いました。で残りの2つなんですが、このセット醸造台がついてますんで材料だと思いますね。ネザーウォート、そしてこれは火薬をイメージしたパーツじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。新パーツも含めてアイテム類すごく充実してると思いますし、全体的に遊びやすいセットになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は499個です。以上、レゴマインクラフトの氷の城21186を紹介しました。